皆さんこんこにちは大です、えー、先日小学生の女の子2人子育てしてるお母さんから「上の子はお利口なんだけど下の子があのやんちゃでとか感情的でとか暴れてとか」っていう話をしてて「どうしてなんでしょうね」と言われたんですけど <laughs> まあもちろんわかんないんだけどそういうのはでもあのさもありなんと思うのね。アドライン心理学では えー、兄弟のこの順番というのによってでパーソナリティ、まあドラー心理学ではライフスタイルなんて言いますけどが、まあ、すごく影響されてくるっていうのね。でやっぱり、えー、1人目に生まれた子がですよその下に弟妹ができるとその親の愛情を獲得しようとかねあの親に認めてもらおうとかってなるとやっぱりあの面倒見のいいいいお兄ちゃんお姉ちゃんを演じるとかねあの、まあ、それは下の子よりはお利口なわけですからお利口なところでこの差をつけていくっていうことね。ということで結局 そのいい子お利口の子ちゃんとしてる子の方に行くことで、まあ、要は親の愛情を得たいとか構ってもらいたいということなのでそっち側に行きがちだとで下の子の立場からしてみれば下の子はねお兄ちゃんお姉ちゃん以上にこのお利口であるとか <laughs> あの、えー、これ難しいわけですから。 だから、えー、やんちゃすることでこの注目を、えー、ね、こっちに関心を集めようとしてみたりとかそれからあとはねかわいさを振りまいてだから、えー、まあすごくね子供っぽさみたいなものをあのいつまでたってもこう思ってる人はあの、えー、兄弟構成見ると末っ子だったりねあの下の子だったりこうすることもありますけれどもあのそういうふうに、えー なりがちだとこうまあ言われてるんでですすよねで、まあ、想像したらそうじゃないですかだから、えー、上の子はねあの上の子でお利口でお母さんの愛情を手に入れようとして、ね、下の子は下の子でそれとは違う形でその関与してもらおうとするわけです。でところがねそのなんか、えー、お利口も行き過ぎると何でもだからねその中庸がねいいんだと思うんですけれども。あの どっちにも極端にぶれてないっていうことがね。お利口も行き過ぎるとストレスが溜まるねで、やっぱり大人になってなんかね。すごくこう。鬱っぽくなるぐらい。自分で頑張りすぎちゃうとか追い込んじゃう人っていうのには結構ね。そのお利口をやりすぎたりとか、お利口でいなきゃいけないと、あの思い過ぎたできた。人があの多い感じはしますね。 で,でも逆にそのわがままを言うとか変なことをやって関心集めるっていうことを続けてるとやっぱり、まあ、家庭の中でもそうだろうけど世の中に出るとやっぱりなかなか居場所が得られなくなっちゃったりとかで自分が安心してあの居づらくなるっていうことが起こっちゃうねだからやっぱりこれもバランスでほどほどに、まあ、まあお利口というか世の中ともうまくやっていくしね。 で,でもほどほどにこのわがままというかあの自分でややりたいいいここととっっていくってくくうののもすごく大切なことなのね。だから実は、えっと、上のねお姉ちゃんがいい子だからって言ってあの、ねえー、ほっとくとあのますますいい子で頑張るしかなくなっちゃうから逆にもういい子やるねやだってなって暴れ始めるかしちゃうからだからあのむしろね、あのその子が少し自由にしてる上の子は、ね、に関しては自由にしてる時にとか楽しくやってる時に、えー、楽しそうだねとかいいね面白いねとかって。 ね、やってみてどうとかもっとどんなことやってみたいじゃあやってみようよってこうやりながら少し自由な感じとかね、えー、っていうのも上の髪につけるといいだろうし下の子はねなんかやんちゃしてる時だけかまうとやんちゃしなわいとかまってもらえないってなっちゃうので,でますますやんちゃするようになるのねだからあのやんちゃしてる時には感情的にならず、ね、であの淡々と何かこっちが分かってもらいたいことがあったら分かってもらうしで罰することをせずねとにかく向こうのその子のね 目的も理解しようとするしこっちに起こっていることも理解してもらおうとあの冷静に努めるわけだしでやんちゃしてない時ねあの普通におとなしくしてるとか何か楽しそうにやってるとかの時に声かけてでそこにこの愛情のあるような言葉かけだったり何やってるのとか面白いね, <laughs> ねでもうちょっとやってみようよとかどうとかっていうのをこうやりながらで本人が。 そのやっぱりこれもまたバランスが取れていくわけですよね。でそんなになんか、えー、わがままをするんじゃなくて自分が楽しくやりながら人ともうちゃんとコミュニケーションを取っていくということが、うん、あの学べていけるようにねなるといってこういう考え方なんですね。あのぜひ参考にしてみてください。それでは。